知りまーす。ちょっきりこの出てくる感じがなんか気持ち悪い。気持ちいいね。こっちは破裂しそうだわ。もういっちょいきまーす。ハサミで割るわよ。せーの。風船の中から綺麗な貝殻をこすって温めると何かが生まれてきた。人魚の脳波だ。ぷよぷよボールにあそこの絵も閉じ込めるわよ。ちょうど3匹もいる。捕まえてくるのだ。吸い込みます。大量大量助けて。風船を僕たちをどうするつもり。次はあれじゃ。わかってるよおばあちゃん。変身する。この魔法の薬を入れなきゃっちゃね。わー、僕たちどうなっちゃうの。まあまあ見てなさいよ。抜いて少しちっちゃくするわよ。なんでこんなことするんだよ。この中であなたたちを人魚ウーモにして、人魚の鱗を食べたウル様たちは不死身の力を手に入れることができるのじゃ。なんだって食べられちゃうの。ぷよぷよが完全に膨らむまで無人島に発助けを呼んだって無駄よ。また明日掘りに行きましょうか。無人島でサバイバルしようなんて。だってすっごく面白そうじゃん。プライベートビーチ発見。ここを拠点にしよう。極楽極楽助けて。何これ。ちょっとリカ見て。めちゃくちゃ気持ち悪いもんがあるんだけど。なんじゃこれ。エイリアンの卵かな。中から何か聞こえるわ。巨大ハンマーで割ってみよう。予想外の硬さだわ。ワニくん、海の散歩はどう。とっても気持ちいいわね。あれ、リカちゃんたち何してるの。ちょうどいいところに。この中に何か閉じ込められてるみたいんだろ。僕に任せて。早速割ろう。到着。ぷよぷよボールワニバですって。なんてちょうど良すぎるのかしら。ワニくん固定お願いね。いくよ。せーの。プチ。うわー、すごい。あれ、貝殻みたいなものが出てきた。生まれたいよ。温めて。孵化させてみよう。ウーモで遊んだことある子はグッドボタン。リカの紫卵からは何が生まれてくるかな。ラッコの人魚だ。私もリカみたいに人魚の動物がいいな。紫。キャー、これは可愛いのかしら。シュモクザメね。最後は僕、閉じ込められて苦しかったね。さあ出ておいで。わあ、可愛い。ピンキッズみたい。浮き輪猫。ありがとう。でもあなたたちもこのぷよぷよボールに1分以上触れ続けると足が人魚になった。僕はセーフ。尻尾だと歩けないし、元の姿に戻りたい。あなたたちにこんなことを。この三人です。あや、風船爆弾じゃなくなっておる。誰が盗んだんじゃ。あー、見つけたわ。あんたたちがぷよぷよボールを作って私たちをこんな体にした犯人ね。そうさ。あー、孵化してるぞ。やばい、鱗をゲットよ。やめるんだ。ティアラとネックレスもつけて。かわいい。海の中についてきて。人間の姿に戻れるようにグッドボタンで応援してね。すごい、息ができる。海の生き物もいっぱいだ。そこが人魚のお城だよ。人間に戻れるヒントはあるのかな。海のご飯を持ってきて。あいよ。人魚のままだと毎日こんなご飯なの。いつも昆布とか海苔しか食べてないから、人間界の美味しい料理を作ってあげたら元に戻してくれるかも。本当？料理なら大得意だわ。リカ、魔女に
料理を。それよりさ、この裏見てよ。行くよ。よいしょっと。宝箱じゃない。やっぱそうだよね。ちょっと開けてみよっか。何かしらこれ。何でも喋ってしまう薬。使う食材はこれでお願いします。なにこれ。まあ見てて。水を入れまして、大きくなれ。次はケースに入れた一粒一粒に魔法の水をかけて蓋をかぶせて待ちます。水の量によって大きさが変わってくるんだね。これらを入れて入れて入れまくって、ぷよぷよボール風船みたいにしても面白い料理が作れるかもしれませんね。これって足をつけたら人魚になってしまうぷよぷよボールじゃん。実はこれ食べられるんだよ。でもみんなこの料理のやり方を知らなくて。はい、お待ちどうさま。来た来た。やっぱこれ美味しいよ。美味しいけど、物足りないわよね。こんな感じでそのまま食べてるの。だからこれでお料理作ってみて。これで料理は得意だけど、これは初の食材だわ。キラッとひらめいた。膨らませて。どんな料理になるのかしら。ちっちゃくするよ。なんだか気持ち悪い。こういうの苦手なんだよね。中はこれでデコレーション。ギザギザに切っていくよ。みんなは何ができるかわかるかな。ハサミで切ってのっけます。ヘタをつけて、いちごの出来上がり。次はちぎって伸ばして整えて、ジャッキーカルパスみたいな形にしていくよ。取り付けて乗っける。特大メロンの完成。確かにすごいけど料理と呼べないわ。このメロン割らせてもらうわ。待ってよ。リカには悪いけど割るわ。とってもカラフル。すくって潰す。絞り袋に入れる。すくう潰す入れる。すくう潰す入れる。それこれってケーキを作るやつみたい。勘がいいよね。その通り。さっき潰したぷよぷよボールを入れていきます。どんなケーキになるかは出来上がってからのお楽しみよ。上の段も同じように入れていくの。カラフルでとっても美味しそう。デコレーションするわよ。ピンクのお花を。振りかけて決めたい。これなら魔女も大喜びだね。レッツゴー。やっほー海の魔女。なんじゃお前か。私たちケーキを作りました。こんなうまそうなものは初めて見たぞ。わしはいつも昆布とか海苔ばっかりだったから、私が取り分けてあげますから、どうぞ食べてみてください。こんだけ薬を入れたら口に運ぶはずよ。おほう、これはうまそうじゃ。パク。よし、食べた。うん、うまい。ねえねえ魔女さん、人間に戻れる方法ってあるんですか？だから前も言ったであろう。人間には戻れない。方法はあるこそ。口が勝手に。薬の効果が
出てきてるわよ。それって何ですか？お、王子と王子様と様のペットのウーモと結ばれて末永く海と陸で仲良く暮らしたのでした。みんなは人間と人魚どっちがいいかな？コメントに書いて教えてね。評価もぜひ。チャンネル登録はここ。